さて、パズル見つけました。こんなの。やらないといけないのが、8つ。紫色のブロックを3つ、そこにくっつけるんで、もう手持ちのブロックが1、2、3、4。1、2、3、4、5、6、7、8。ジャスト。全部紫色にして、あの形で組まないといけないステージで、プラスがあるんだけど、プラスってあれよね、一番下の段に4つ、今んとこ一番下に3つあって、あと1つだけしか置けない。で、この子が動ける子です。その子で道を作っていくにして、高さを維持したままあそこに持っていって、かつ全員黒く塗りつぶさないといけない。3段目を黒く塗るためには、この黒が必ずこのまんまあの高さまでいって、で、横にいる子をピッと黒く塗る必要がある。だから、これ3ついるけど、実際あの3段目にいないといけないのは1人で、残りの2人は違うところに行ってもいいということになる。さあ、どうなるだろうな。どうなるんだろうね、これ。どういう、で、これはあれだよね。ぶつかると消えちゃうから、今みたいに消すのはちょっと早計かもしれん。まだやった。上のことを考えないとね。だけど、この子で下のラインを敷いてあげたいのは、それはその通りなんですよね。下の足場は稼げるんなら稼ぎたいね。まあ、とりあえずね。とりあえず触ってみて。とりあえず触ってみて、まあ、こんな感じでやってみて。こっからどうなるかですね。これがこのラインを入っちゃうと、もうそのエリア進出、あ、でも消せるから、そっかそっか、これ消せるから、消えるよね。消えるね。消えるのか。なんか一旦引いた線であっても、この子でもう一回引くみたいなことは可能ではある。可能ではあると。というところで、この子はこの高さを維持したまま渡るには、それより下のラインで、ああ、この子を持ってってあげるのは、でも、この子はくっつかないから、間違えた。3つこうやって並んでるのをそのまま持っていくのはあまり嬉しくない。あまり嬉しくないことだね。可能ならこれはバラバラにしてあげたいけど、この子はこの高さを維持しないといけない。ここまで伸ばすべきだった。まあいいか、この子たちがいるなら。持ってきといて、ここで退避してもらって、もう一個隣に行きたかったけどいけんな。これだと黒くなっちゃうので、今なっちゃうのはないでしょ、多分。この状態で全員このコードを維持したままそこまで行けるならいい。できるならいいよ。でき、案外そのパワーで行ける可能性もある。ひたすらこれを、ひたすらこれを持っていくという
やつというやつ。でも多分そういうのが解放として防がれてると思うけど、操作ミスが多いね。これをやっていって、破綻はしていないような気はする。ああ、でもそっか。これがゴールした瞬間消えちゃうのか。だからこれはこのまま置いといて、高さ、ああ、高さ3を作るにしても下の足場が先に壊れちゃうと3段目を持ってくるってことができないのか。なるほどね。なるほどね。なるほどね。高さ丸々3個黒くないものがあって、その隣に、いや違うな。なるほどね。なるほどね。なんか黒プラス黒プラス黒プラスっていうつがいを作ってあげて、ここまで持ってきて、せーのでバチコンってぶつければ全員真っ黒になるわね。それか、それをやるのか。プラスプラス黒プラス黒プラス黒、だから一番上に黒とプラスで、中段にも黒とプラス、これが一人生きてて、で一番下にプラスを置かないといけない。でこの子をどうやって活用しようかな。なんかどうとでも道作れちゃう分、かえってなんか意図を理解できないと後半辛くなる気がするね。ずるっと落として、あーでこの2つをまた切らないといけないんだ。あーこうか。自分より上に置く分にはだからここに黒を持ってきたくて、今これと黒が合わさると一つはそれで完成。でこれはプラスついてるのでそのまま動かせる。でこの子で一つを落として、あーそこでくっつく。ちょっと想定外のことが起きた。あれも違う、下に落として、これが一つのパーツね。でもう一つの方は黒プラスで上に黒、考え方は多分これで立ってて、あとは下の、そうだね、これも切っちゃおうか。これとこれを殺して、この方が入ると反応しちゃうから、あ待って、ちょっと待って、あれ違うかも。これにするにしても二人同時に定位置に入らないといけないってのはおかしいな。それはおかしいね。先に入っちゃうとこうなるもんな。爪が甘かった。もう一個なんかが必要じゃ。
どうしようかな。どう、最終形を考え直したい。これを消すべきではない？いや、高さがあって解決する話ではないんだよな。2つ今のペアがあったとして、真ん中がプラスプラスで、黒黒黒黒プラスプラス黒黒っていうパーツを一気にここに流し込めれば、それはいいんじゃない？そっちの方がいいんじゃない？そっちの方が良かったかな。真ん中2つプラスで、もう一回やり直すか。プラスで、で上はもう反応して黒でよくて、下も黒のままで、ああいいよね。そうすると、この段の黒っていらないのか。この黒いらないかもしれんけど、ちょっと怖いから保険で取っておいてみて、で下の段、ああこっちで作ると向こうまでいかないから、2つが入るスペースがないじゃん。ないじゃん。ここに入れとくか。この2人が。しょうもないことが起きちゃって、柱1個ずつ作るのが正解だったかな。あ、じゃあこのプラスを切る方が良かったのか。プラス同士の連結は切って、黒プラ黒の柱を完成させる。やってんね。もう一個黒プラ黒で作って、そのまま奥に持っていく。だからもうこの段を消してよくて、この二人を、あ、消す子がいない。そうだった、そうでしたね。そうでしたね。ゴールの形を考えるだけのステージではあるのよ。ここに
全て黒い、まあ、いっぺんにやろうっていう考え方が合ってるのかと言われると、そこは考慮することもできるけど、どうあるといいかな。必ずそれぞれの段に黒が必要だった。ああ、じゃあさっきのやつってさ、一番下に落としちゃった。ああ、もうリセット効かないけど、なんか2段目保険として取っておいたやつを下に落としちゃったんだけど、ここで2段目反応させておけばよかったのかな。それだとおかしなことになる。それだと最後に引っ張り込むことができないのか。どうしてもプラスがあるからまとめて高さあるものを引きずり込めるんだけど、プラスが入った時に黒が反応しちゃうと、プラスに必要なものが消えちゃうわね。いや、でも良かったんじゃない。黒プラ黒、黒プラ黒にしといて、なんかそれをここに作る時に、この奥から手前に引き上げる、ここに2つ置いといて、それを手前にグッて持ってきた時に、この場所に黒がいたら、来たやつが黒と反応してここも全部黒になるんじゃないかな。そうするとこれ全部消えて、で黒がいて、であと大事さが残る。なんかさっきのでほぼ正解、あれどういった、ほぼ正解だったような気がしている。まあいいか、よくないな。あー、でもどうなの。まあいいか、やってみよう、もう一回やろう。で一番上は両方黒、中段黒一つ完成する。完成したものを向こうに送る。でこう、あーと、いーんと、おーと、これよくないね。この保険に取っておいていた子は最後に使いたいのであれば、ここにいてほしいみたいな感じ。引っ張り込んでプラスにするには、この子はここにいて、一応テスト、これを引っ張ると、そうだね、先に黒になるのが反応するから OK かな。解けたと思う。今1個解きました。さて、例のあれを除いてあと3つ隠れている。さあ、いずこに。探索しますち
序盤のエリアに隠れてる可能性もあるもんね。今のテクニックを使ってサヤのギブしたステージって解けないかな。今見つけたテクニックを使って、要は氷が滑り続けるのはなぜかというと、いや氷は滑り続けるんだよな、どっちにしたって。氷の足場が黒になったら動きが止まるわけでもないもんね。氷を止める、氷が止まる、氷が止まるためには氷の移動先に移動しないものが置いてある必要があって、氷がぶつかって移動しないものってなんだっけ？スポットなんだっけ？プラスブロックにぶつかっても大丈夫なんだっけ？ちょっと例として良くない。氷が止まるかどうかのテストをしたい。ぶつかったのでこれが黒になった。下の段もぶつかっちゃったからこれよくわかんないのか。下の段のこれいらなくて、これで氷がこう来て、あ、溶けた、え、溶けた、え、これでいいの、うん、これでいいのか、これでいいのか、ちょっと想定外の動き方したから多分バグ臭い解き方でしたよね。氷がここで落下判定よりも先にゴール判定が来ちゃったせいでクリア扱いになったけど、たまたまこれは違うな。でただゲームがセーブされてしまったので正しく解き直すこともできない。うむ、ちょっと良くないちょっと良くない形ではあったが、溶けてはしまったね、溶けてはしまったねということで、あ、これもあれか、結局全部最後にやらないといけないのか。だから、ラス3を探します。探索、お、普通にあった。かなり序盤のステージのような気がするが、これをそこに入れて、下のバリアがあるのは、あれ溶けると消えちゃうので、どうなってる？高さがある。ああ、バリアを消して、あれを入れないといけないんだ。で、上の子は2人同時に動いてしまうので、
ここにセットした上で、あとは2人が同時にゴールできれば良い。これ出られる？よいしょ。一つ見っけちゃ。これじゃん。あったあったこれをここに持ってくるってめちゃくちゃ序盤のステージなのではこれ。この辺はね。オープンワールドのパズルだったら特に順番は保証されないからシャアなしかな。まあ、じゃあこの辺怪しいのかな。あった、ラストのパズルですね。同時に動く子2人をここに持ってくればいい。上は上、下は下。5分の 3？ あー、そういうことね。最低ノルマ3のうち5クリアしたよと言ってるんだ。これでじゃあゴールに向かいます。どうやって？ここだ、来た。ではさあどうなる。お、コングラチュレーションズ、You did it。ということで、ほな、You completed Tranquil Gardens。You plus a total of 3157 block。3157回、杖を使った。You use and 330回。まあね、あんまりそれの辺の RTA は。僕は興味がないかな。You used reset。この辺はいいでしょう、別に。それによって実績がなんたらみたいなもので、ね。Third most time of this puzzle。Second。このパズルでこれだけ時間かけましたよっていうことね。一番かかったのはあそこでしょ。直線の。え？違う。ここはあれだ。見つけてから、録画を開始するまでに、ちょっと休憩入れてたんですよね。表示したままで。5時間56分、まあ6時間。ということで、めちゃめちゃいいじゃん。普通にパズルゲームとして、しっかり作られている。マインクラフトでやれてるのもすごい。一応、ツーミートプレイニングですマップ。名前急に出てきてびっくりした。 Hope you have fun。 これでチャットなんてどうやって消すんだっけ。打てばいいか。こんなことある？ん？何が起きてる？何が起きてるこれ？なんかものすごいワープしてません？これで終わりでいいんだよね。終わりでいいのか？あ、なんかある。なんかあるやん。
終わってないのか。終わってないのか。終わってないな。終わってねえな。エクストラだ。4問 ?5 問 ?1、2 もっとある。エクストラ解いてこれ解放して終わりだ。じゃあ、次回ここやっていくことにするわね。ということでお疲れ様でした。